そして選手登録もされているんですが、矢吹博之さんです。矢吹さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今、同志社大学の今年の戦い、4勝0敗という素晴らしい成績をご覧いただいているんですが、矢部さん、今日の注目はどんなところになるでしょうかね。そうですね、やはり同志社が、去年の、大学選手権準決勝まで久しぶりに行って、そうですね、今年は、まあ、本当に王座関西から目指すということで、はい、まあ、フォワードバックス一体となった流れるような展開を、同志社がすると思いますので、はい、まあ、そのあたり注目したいと思っています。一方、こちら大阪体育大学、今年はチーム作りがやや遅れまして、開幕立命館は20対32で敗れましたが、その後、龍谷大阪経済大学、摂南戦といい勝ち方をして、そうですね、坂田監督もチーム力は上がってきたというふうに言ってますんでね。はい、まあ、元々大阪体育大学はフォワードが強くてですね、はい、あの前へ前へ出るラグビーがありますので、まあ、そのあたり同志社に抵抗すれば、あの勝機はあるんじゃないかと思ってます。さあ、同志社、大阪体育大学、両チームの投手と意地の激突です。今、大阪体育大学のキックオフで前半が始まりました。まずは 10m ラインに短いキックを蹴り込んできました。大阪体育大学、白と黒の横島のジャージ、そして今キックしたスタンドオフ大西翔太郎を率いる、こちらおなじみコントグレー横島のジャージが同志社大学、画面の左から右に攻める同志社大学、そして一方右から左が大阪体育大学です。レフリーの日本協会の岩下慎一さんが今アドバンテージを見ていますが、同志社が 10m からどん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 前へ出ていきます。なんとかこの同志社の攻撃を一歩でも前へ出て止めたいというのが大阪体育大学坂田監督の話でしたが、さあ、ここでまたアドバンテージを見ていますが、今日はタッチナッチは玉木さん、稲津さん、そして門馬さんです。依然としてアドバンテージを見ている岩下レフリーですが、向こう側タッチにワンバウンド出ていきました。いいキックですね。矢部さん、やはりあの大阪体育大学と方はとにかく戦前の予想が劣勢ですから、はい、先手をまず取りたいんですがね。そうですよね、 今のスクラムハーフ、大原君のような、同志社の背後背後にですね、はい、うまいところにキックをして、それをまあみんなで、チェイスして追いかけてプレッシャー与えて、どん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 前へ行きたいと、そういうラグビーを大阪体育大学やればいいと思います。ラインアウト、しっかりと7番をつけました。奥園がボールをキャッチしています。ここでまたアドバンテージを見ています。岩下レフリーです。さあ、ボールが出ました。スタンドオフのところ、しかしチャージに行きました。大阪体育大学、22メーターライン。またわずかに外に出ました。画面の中央が22メーターラインです。三崎から大西。そして今度はオープンサイドのキック。大きなキックになって、一気に地域を取りに行きますが、リードクリストは秀樹。ここで、しかしまだボールは出ません。ここも大西がしっかりと待っていました。巻き込んでいっています大阪体育大学。ここで長いホイッスル、オーバーザトップの反則が大阪体育大学になりました。さあ、それではここで両チームの15をご覧いただきましょうか。まず同志社大学です。1列は大滝、バイスキャプテンの堂森福川、そして右に田中洋平、先週の立命館大学戦から尾崎の怪我で代わりに入っています。ロックは左にフォワードリーダーの林、右に日本代表キャップ1の藤井です。フランカーは左に川崎、右に奥園、フォワードナンバーワンの走力があります。ナンバー8は田中正純です。ハーフ団は三崎が開幕以来4試合ぶりスタメン帰ってきました。そして10番スタンドオフはもちろん大西です。3クォーターバックスフィニッシャー11番の辻、両センター伊勢徳野は強さがあります。右のウイングに今日はバンバが入って、フルバック中谷というのが同志社大学の15人です。リザーブにはご覧のメンバーが入っています。攻防はちょうどハーフウェイラインを挟んだところ、今センターの徳野から左にボールが回った。さあ、トライのチャンスが生まれるか。 22m ラインの内側、向こう側タッチわずかに切っていきましたが、 22m ラインに入っていきました。さあ、大阪体育大学のスターティングフィフティーンです。山下、富永、石塚という一列、なかなか強さがあります。ロック陣は左に池田、右に1年生注目のルーキーの松岡、左フランカー寺山、和田は慶光学園の4年生ですから大西とは同級生になります。ナンバー8は7人制ジャパンの代表の菊谷、ハーフ団は大原、そしてキック力のある渡辺です。3クォーターバックス、フィニッシャー久住に注目です。そしてタックラーの三田村、堀口、今西、フルバックはリード・クリストファー秀幸です。そして大阪体育大学のリザーブのメンバーを今ご覧いただいています。試合が始まって3分26秒。矢部さん、今日はあの大阪体育大学の坂田監督はとにかくあの
総合力それからスクラムではどうしたの方が圧倒的に上だろうという予想を立てましてね、あの戦い方としてはキックを多用したいということを、ね、おっしゃってたんですよね。やっぱりどうしても近場が強いフォワードですから、はい、やはりキックを中心に、前に行った方がいいと思いますね、はい、一方の同志社大学の丸井監督は大阪体育大学とにかくフォワードを前に出すとそうですね、強いので、まあ、前に出てディフェンス、まずはディフェンスからなんだということを、ね、話されてましたが、まあ、お互いそのフォワードをどちらが、ね、優位に立てるかというところが勝敗の大きなターニングポイントになると思いますので、まあ、そこら辺りにちょっと注目したいですね、はい、前半の。そしてスクラム、これがファーストスクラムになりますか。ご覧のように同志社は8人で801キロ平均で 100.1 キロというこれしかし矢吹さん大学レベルでしたら相当重いフォワードですね。重たいですね。関東の強いチームと比べても全然遜色ないぐらい重たい、さあ縦に抜けていった。そしてウイングバンタに渡った。バンタが今トライ大下が一気に縦へ抜けていって最後は右のウイングバンタがトライです。いやこの1本のこれ大西から縦に向けてフルバック中へですね、入ってきて、そして右のウイングのバンバ、まあ、非常に今あのフルバックの中谷君もね、はい、最後は、バンバ君にいいパス送りましたし、まあ、抜けるところまでも、大西君がサインを出してるんでしょうけども、縦に行くと見せかけてその外に、フルバックを入れるという、まあ、ちょっと大阪体育大学としてはあの惑わされるようなサインプレーなんですが、まあ、見事なトライですね。そうですね、手元の時計で5分経ったところですが、まず同志社大学が先制のトライで5点をリードを奪いました。さあそしてこれからゴールを狙ってのキックはバンバ、昨年のこの大阪体育大学戦でレギュラー入りしました。そして昨年はシーズン中盤にキッカーとしても非常にいい能力を見せていたんですが、今シーズンはどうもこのキック、今ただ今のはちょっと難しい位置ではありましたがね。そうですね、一番端は端なんですけどね、まあ、これで、まあ、5点ですか、どうしても、はい、先制したわけですけども、これからまあ大阪体育大学は、やっぱり先ほどのキックですか、坂田監督おっしゃったようなキック中心に、すぐに取り返すような、攻撃をしてほしいですね。はい、同志社大学がまず5点のリードを奪いましたが、ゲームはまだどう転ぶか分かりません。今ボールを持っているのが田中正純、同志社のナンバー8、今シーズン非常によく伸びたと丸井監督は話しますが、そして大西のところでキックになりましたが、さあこれを取りに行きますのは大阪体育大学。ボールは大阪体育大学がキープしています。フォワードがボールを持って、そしてサイドをつこうというところ、この中盤あたりからは思い切ってブラインドサイドへのキックとか今みたいなグラバーキックを使いたいということを坂田監督言ってたんですよね。そうですね、ちょっとあのキックが同志社の方にはラッキーにポン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 入って体に、入っていくっていうちょっとついてるところもありまして、まあ、大阪体育大学の狙いとしてはああいうキックをどんどんやって前に出ていけば、そこでプレッシャーをかけるということで、はい、必ずトライに結びつくチャンスは来ると思いますので。そしてラインアウト、大阪体育大学ですが、このラインアウト、それからモールをまず5分に取れるだろうということを坂田監督は話していましたが、さあ今度はラインの攻撃にします。センターが縦をつきますが、このボールを早く出したいですね、はい、出ました。一番左11番はフィニッシャーのくすみですが、その前にセンターが縦をつく、このなかなか強い板村です。さあゴールラインはもう目の前だ。どうしたからトライを取ることができるか、大阪体育大学、どうかどうか、もう1メートルありませんが、グラウンディングは、グラウンディングができませんか。今矢部さん、インゴルマが入ってましたかね。そうですね、同志社の方も非常に最後はしぶといディフェンスをしてますんで、なかなかボールがつけないんでしょうが、はい、まあ、それにしても今大阪体育大学いい攻撃ですね、はい、2時3時と、本当に素晴らしい攻撃でした。そしてこの5メートルのところではご覧のようにタッチを狙います。ラインアウトでマイボール、そしてこれからモールを作って押し込むんだ。これは盛んに大阪体育大学練習しているんですが、これが先ほどのプレーです。センターの三田村が縦をついたプレーでしたね。非常に力強いゲームですね、はい、そしてここからモールを作って、ああ練習通りに押し込んで押し込んで抑えてトライを取ることができるが、ボールがこぼれていますが、どうしたキープしています。三崎のところでキック、しかしまだ、あ今タッチを割りました。
今の場面なんですが、ボールを持ち込んでモールで押していったところまでは良かったんですよね。ちょっと最後孤立してしまいましたね。最後持ち込んだボールが、はい、一人で行ってしまったんで、ちょっと同志社にターンオーバーされましたね。もう少し塊で押せばトライになったと思うんですけども、今年の同志社はとにかく一つのゲームでワントライ以上取られたことがありません。それも開幕2戦目の大阪経済大学、そして3戦目の龍谷大学にワントライずつ。先週立命館は61対0と完封しました。キャプテンの大西は言います。100点ゲームで勝ってもうトライを取られたんではしょうがないんだと。とにかくそれよりも少ない点数でも0点に抑えたいという。今年はチーム全体がディフェンスの意識というのを非常に持っていますが、ここはオフサイドの反則が大阪体育大学にありました。大阪体育大学の方はボールがなかなか手についてないところもあるんですが、はい、ちょっと一人でプレーしようとしすぎてますね。もう少し落ち着いて押すところはゆっくりみんなで8人で塊として押した方が、フォワードとしては非常にいい攻撃ができるんで、ちょっと今孤立してますね。はい、このあたりややその投手の空回りというところもあるんですかね。そうですね、もうやっぱり始まってまだ10分も経ってないですから、我がっていう感じでちょっと空回りになっているところもあると思うんですけどね。クリアになりますが、ナンバー8に来たんです。この人は7人制のジャパンの代表です。スピードはあります。すみ抜けてうまさはあります。がしかしここはブロックの山下、運動量はあります。もう一度今度は右にボールを回して三田村のところでキックですが、チャージに合いました。スタンドオフの渡辺が向こう側のキック。今のは同志社の出足を褒めるべきなんでしょうか。そうですね、同志社も非常に速いディフェンスはしてるんですが、本当に、蹴るんであれば、はい、スタンドオフの位置のところでこの今2人目が蹴ってるわけですけども、そうですね、センターですね、この辺をやっぱり1人目で蹴るっていうことを徹底した方が大阪体育大学としてはいいんじゃないですかね。チャージに行ったのは同志社大学の伊勢でした。今年よくチームを引っ張っていると丸井監督が話す伊勢。さあそして今度はどうした。ちょうど大阪体育大学陣内の22メーターラインというところ、どうもがボールを投げ入れてボールを作って押していきますが、伊崎がボールを出して、さあそして今度は川崎が縦をつきます。近場の勝負がどうしたです。フォワードの近いところをついて、そして余ったところでバックスでマスが同西がいますが、あっと今のは首にタックルが行ってしまいましたか。首には行ってるんですけど、本当に大阪体育大学のディフェンス早くて、はい、前にどんどん出てるディフェンスなので、これは本当に続けていってほしいですね。坂田監督もとにかく今年のうちはまとまりと、それからタックルなんだと、80分間タックルが続くかどうかが今日の勝敗のポイントでしょうということでしたが、非常に本当にディフェンスは速くていいディフェンスだと思います。はい、両チームのキャプテン、大阪体育大学寺山、それから同志社大学は大西ですが、この2人ともに慶光学園出身で、あ、そうですか。高校時代は同級なんですね。そして丸井亮監督、同志社を率いて監督としては今年が2年目になります。16年ぶりの大学日本一を狙って、今日は 120% の力を一人一人が出してくれればということを話しましたが、さあそして正面ですから、ここはゴールは狙いませんで、タッチですね、地域を取りに行きますね。中へのキックでこちら側のタッチにボールを蹴り出して、ラインアウトからの攻めに変わります。ただね、始まってまだ12分ですか、はい、ペナルティこれ狙われたら当然ね、キャプテンが決めることなんでしょうけども、まだそんなに、トライをですね、というよりはまだ得点を取りに行った方が良かったかもわかんないですけどね。そうですね、しっかりと奥園がボールをキャッチして、モールこのモールはなんとか互角になるだろうと坂田監督は話しましたが、ここはどうした。ボールをキープして、どのタイミングでボールを出すか。金髪は藤井です。そして伊崎のところから大西、どうする。まだボールをつないでいます。22メーターラインの奥に入っていますが、今度は右サイド、大西ボールを持つ、そして外に振るますが、さあ最後は藤井だ、1人ハンドオフ、トライ。最後は強さでいきました、藤井康介2年生のトライでした。
13番徳野君が最後、藤井君にパスしたんですけども、はい、非常にいい、いいパスをしてますね。ここの場面ですね。この後ですね、もう敵も大阪体育大学も非常に早く徳野君に、詰めていくディフェンスをしているんですけども、はい、まあ、そのスピードに負けない、はい、早くていいパスをね、藤井君に送ってますんで、やっぱりその同志社としてはああいう大阪体育大学の速いディフェンスに対して早く外で、回すような速いパスですね、それから外のスペースを使ってどん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 回していけば、その大阪体育大学の速いディフェンスには対抗できると思います。はい、さあそして今日右のウィング14番に入っています万場大作、まあ、スターティングメンバーは開幕の摂南戦以来なんですが、龍谷大戦でも途中出場しました。プレースキック今シーズンは先ほどのを入れて20分の8というちょっと精度が落ちていまして、先週は1年生の吉田弘樹が出まして9回蹴って8回成功だったんですが、その吉田が今週盲腸になってしまいましてね、今日は出られないということでバンバが出てきたんですが、まあこれ1本目と同じように2本目もそうですね、ちょっとバンバ君難しいところから続いてますんで、しかしトライはこれで2つになって10対0、前半手元の時計で間もなく15分という時間帯です。改めて2つ目のトライのシーンですが、最後はご覧のように右のロックの藤井康介が右にトライを決めました。さあ手元の時計で15分を回って同志社が2つのトライ、大阪体育大学はなかなか同志社陣の22メーターラインの内側に入ることができませんが、ジャパンのキャップ2を持っています川崎、この人も前に行く力があります。とにかく今日は走り回りたいということを話しましたが、このボールが外を余ってますね、さあフルバックの中谷のところでのキックになりましたが、ここは逆にダイレクトでボールを取った渡辺、いいステップ前に行く、そして大西が止めていきます。なかなかディフェンスに強さがあります。大西リード、ここ早く出したいですね。そうですね、今度は右に、あしかしブラウンド、あっと裏バーキックを蹴ろうとしましたがチャージされました。どうしたボール、くすみが行きます。大大出ました、そのまま押し出されますか。やはり先ほどからね、大阪大学そのフォワード近辺が一人で、今も一番の山下君ですか、はい、一人でちょっと孤立してしまうところがありますんでね、そのあたりもう少しその一人で行くっていうことに関してはやっぱり同志社がきっちりディフェンスしてますから、はい、大阪体育大学はやっぱり2人3人とフォローのする選手がもっと早くですね行かなきゃいけないですね。8、6、9、5、練習終了後も毎日このスローインの練習をしているアイスキャプテンの堂森、アドバンテージを見ています岩下レフリーですが、同志社モールをします。アドバンテージは解消されました。同志社が縦に出る、そして奥戸のフォワードナンバーワンの走力があります。さらに今度は左ラインができています。ここはよく止めた同志社、とにかく大西をまず潰すんだということで、今日はディフェンスの時には12番をつけています三田村をぴったり大西にマークさせていますが、ここで長いホイッスルが鳴って同志社大学のオークサイドの反則、そしてボールを持ちます。ここもちょっと孤立してますかね。そうす、いや、まあ、今のはね、あの早く周りも反応したんですが、ターンオーバーですね。逆に同志社がボールを奪い返して三崎のところでのキックになりました。チーム一の俊足です。そして左ボールを渡します。リード抜けていく、まだボールをキープしています。大阪体育大学ボールをつなげる、そしてボールを作ります。さあこの位置ですが、狭い方に行きましたが引きたいんだ、前は一人抜けるか、抜いた、そのままタッチライン、抜けるか、飛び込めるか、どうか、トライ、同志社からワントライを大阪体育大学が返しました。最後はナンバー8菊谷隆のトライでした。さあ今の場面ですが、これ菊谷が持ったところですがね、そうですね、最後大西君も言ってるんですが、菊谷君のステップの方が、そうですね、もう菊谷君のね、セブン代表ですか、はい、非常に個人技、やっぱり人を抜くだとか、あれを40メートルぐらいですかね、走り切る走力ってのありますね、やはり、はい、まあ、坂田監督はスピードプラス相手をうまくかわせるようになったということを言っていましたが、そうですね、本当にね、いい走りですよね。そして大阪体育大学はスタンドオフ10番渡辺啓太が蹴るんですが、この人は非常にキックに定評があります。
もともとはウイングだったんですが、シーズンの直前にスタンドオフの怪我ということもありまして、スタンドオフにコンバートされました。この渡辺啓太、キック力も十分ありますが、ここはちょっと足りないか。しかし大阪体育大学5点を返して10対5。ラビさん、これで面白くなってきましたね。そうですね、これで本当大阪体育大学としては、今のような速い球出しをすればですね、はい、同社フォワード本当に強いんですけども、どん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 ボールを出して回していくことによって同社のディフェンスが崩れますので、そういう攻撃をどんどん してほしいですね。さあ、坂田監督腕組み、同志社大学を相手に今日は魂のタックルを見せるんだと話していました。